こんばんは。サブチャンネルの時間です。今日はスターリーズハウス初すき焼き。初やな。初よ。食べたいと思います。イエイ。今日は5周年ということで7月7日なんですけども、友達がお肉をプレゼントしてくれて、それまだ入れてないんですけど、まずは全然スーパーのお肉。そういただいたらと思います。だから今日はずっとご飯食べてる動画です。いただきます。うまい。10年のみんなのお祝いのお話でもしていきましょうか。うんうん。腹バリバリ入ったわ。うん。ゴリゴリ入ったわ今。うまいけどスーパーの肉。わからへんよ。もしかしたらもうこれもらった方の肉かもしれない。ではすいませんいただきます。皆さんお先です。はーい。うまっ。どうぞって。ほら。どうぞ。ただ。ちょっと、もうちょい濃くでもいいかも、うん、でも全然まだ具あるよね。感想どうぞ。うわ、うまそう。なんかラーメンみたいな。感想どうぞ。オッケーオッケー。何普通かい。今の昔のな思い出してんけど、なんか DJ でさ、酒飲まされてさ、おいしいみたいな言ってたやつ。いや、ほんで5周年のお祝いね。まずね、うん、6日も8時ぐらいに、うん、大工と美優が来てくれる。へへへへ、嘘でしょ。ケーキも飛ばして、オッケーオッケーオッケーね、ケーキも来てくれた。うん、なんか食べたいって言ったケーキを、チーズケーキね、コストコの。ね、花持ってきてくれて、かすみ草。そう、なんか7月7日の花だよね。そうです。ね、バリうまそうに食べるやん。最近さ、バリうまそう。あらへん。うわ、手うまそう。なんか、その家を知られてんちゃうか説みたいなのが出てて、ストーリーの中で。だから、寝落ちして10分くらい。寝てる時にゆいが、なあなあなあみたいな言い出して、やばいみたいな、鍵開くみたいな、うん、バコーンって聞こえて、カシャンカシャンカシャンみたいな鍵の音聞こえて、うん、やったわと思って、これはさすがにやばいわと思った、うん、動画回さなと思って、もうその瞬間出てきたの見るとか、そう、今思えば鍵持ってるの見るへんねんけど、だって来ると思えへんやん、そう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 、だからめっちゃ怖かったよな、でもありがとうさせてもらって、うん、で12時過ぎて友達も来てくれて、うん、で肉ね、うん、またケーキ。もうちょっとしたらお風呂入ろうかな思ってたら、うん、中のいつや、うち行ってくる、誕生日プレゼントも思わんかな、そのサブチャンネル撮ってるんで、いちえが、そう、いちえが多分いつあげるか分からんけど、いちえが、うん、誕生日プレゼントと5周年のお祝いしてくれて、しかも最初におめでとうございます7周年っていう、うん、みーもちだ7周年、そんな時にこのお肉が来たと、黒木和牛、杉本さんのやつですね、バリマサイだ、違う、やばい、サムネ、サムネ、うわー、まあそんな感じなんです。これは後でじゃあ、すき焼き、うん、これ切らなあかん、切ってる、切ったみたいです、切ってる、ありがとうございます、うまい、そういうの、確か、でその後に、うん、7日の12時になった瞬間、みんながお祝いしてくれて、うん、DM がね、大量に殺到して、うん、久々やこの感じを、みんな最近送ってくれた誕生日と思ってたの、みんなありがとうして、うん、その次の7日の夜に、うん、7?7、花持ってきてくれて、うん、花というのも柔軟、あれ、入浴剤、あ、入浴剤なの、うん、やっぱり、だって匂いすごい良かったもん、だから一生借りない、あ、そういうこと、そういうことね、あれすぐ枯れんな、ごめん、それはそれで嬉しいよ、こちら、こちらになりました、なここにランユイて書いてんの可愛いと思ったね、ほんならさ、ほら、リーちゃんね、かわいい、ありがとう、リーママって書いてる、そう、ありがとうございます、なんでね、ほんまにすごかった、配信もめっちゃ来てくれてな、みんな、うん、先配信してスターライト公開してみます、興奮気味状態の方がいらっしゃ
なあ、これかな。なんかあれやな、7日で食べたい方がよかったな、肉は。何が今までだしな。だから今日やろ、うん、いいやん、いいやん。だからな、ほんまに今日のことだけど、口内炎みたいなの3つくらいあるの。全部染みてるの。うまっ。あ、もうちょっと砂糖。いた、あとそうなの。あんだったらみんな。砂糖ってこれなん、すき焼きの砂糖三温糖の方がいい。へぇ、ちょっと消毒でもいいの。そう、上白糖と三温糖とは違うの。三温糖はいいやん。今の今のには三温糖。え、そうなん。そう、じゃあゆいの最初から三温糖しようなん、すごいみんな。どうでした、 PV の方は。よかった、めっちゃ。そう、うん、よかった。もう覚えた、加工しちゃう、マジで加工しちゃう。ヴィーナスブリッジやな、多分。ヴィーナスブリッジやと出てくる。行ってみて、みんな。めっちゃカップル多かったから、しばくなった。うん。おじいちゃん来て、サズリガーって、うん、あの、ジュース買いたいんやけど、あの、って、真後ろにあるやん。そうな、自販機ありますよって言って、あ、ほんまやって。雨が出てる途中で、だから見返しもらったら分かるけど、うん、肩濡れてんの途中で。ほやん、うん、びしょびしょなってるの。いや、これ濡れた方が絶対にいいんじゃん。うんうんうん、ひーちゃんさんが撮ってくれたのでみんな見てください。うん、VV とか映像系の人も見てました。本当のとこはこの子から来ましたよね。すごくない、結構ね、周りそういう人多いと思う。なんかさ、大輝カメラとかしたいって言ったやん。うん、勉強したいなと思う。まあしたい、ほんまに。でもセンスがあるんで、うん、絶対あると思う。あ、こういう時はこれっていうカメラマンみたいな。なんかと思ったら種類いっぱい多いよな。うん、多いよな。これだけで撮ったらいいっていう問題じゃない時もあるやん。うん、そんなんとかも多分センスやと思う。なんかうますぎて声出へん。うん、食べるよ。うん、本当に肉入れたいな。入れてみようやん。ちょっと1枚ぐらい入れてみてや。すき焼き、あれうまそうに見える。お、もし新しいの仕上がったらいいの。いいの、無理してる、わかる。え、めっちゃうまそうなんだけど、見ていい、この肉。うわ、え、ご飯しっかりあるやん。あるよ、よいしょ。あ、じゃあ、はい、よいしょ。あつ、ほんまやつ。あるんちゃう、あるんちゃう。でも、いや、全然無理、肉が。全然違う、スーパー入ってる。え、自分のスーパーやで。いいよ、スーパー。うん、当たり前やん。いいよとかじゃなくて、もう買ってしてるから。食べや、美味しいの。あ、いやいやいや、ほかほか。あ、行きました。いただきたいと思います。え、早かった行きます。うまい？全然ちゃう。いきます。どっち、全然ちゃう。うまい。え、てかすき焼きの、え、なんていうの、溶け、え、てかスーパーで、なんなん、全然違う。うまい。え、うまっ。え、みんな趣味なに。サウナ。サウナ。いいわ。なんあれ、ん、わからん、趣味っていうかわからん。ないんかい。なんあれから、ワンピース1巻、1巻から。あ、1巻まで1巻行くわ。これ見てる。うん、なんかもう最近 TikTok さ、2回に1回さ、ワンピースやん。うん、出てけんの。え、やんな、大輝。僕らはね、多分検索するからでしょ。そうなんかな。そうちゃん、え、やばいね、ほんまに。むしろワンピース見たことない。え、ほんまにすげえ肌。え、こんだけやってんのによれてない、見て。で、エリカン作ってる。あ、さっき、え、気持ち、え、ほんまにあの肉全部食べ、てかもうスーパーの肉いらんかったで。あれだけで全然足りる。じゃあ、みゆさんに実況してもらいたいと思います。最近なんかアリアナ聞き出して、さっきアリアナ聞いて、ゆいもう今日の配信全部ポニーテールで出ようかなと思って、で、ゆいアナグランデで一応やらしてもらおうかなと思って、さっき言ってたとこなんですよ。しかもなんか車に関してだけど、前の2人
2人だけ盛り上がって笑って後ろ向いてるみたいな。後ろ向いたらパリンマン出しちゃった。何を食べてもらおうこれ。これ何スーパー。え、冷たーい。何スーパーアピール。はい、これスーパー。え、ほんまにでもすくい上げた瞬間食べた方がいい。食べる。うん、ほんまに食べる。ほんとだ。これ次、これがめちゃんこうまいな、ほんまに。卵がまたね、それな、違いすぎるよな。スーパーに全部食べてて。いいの逆に。うん、食べて。それは無理な案件。なんでなんでちょっと気使うの。なんかしんどい。もうって好感上がってるやん。俺もスーパー食べよう。その話もう終わったやん。知らんって風呂入ってたもんさっき。ごめん。大丈夫。しちゃうねん。今気使ってたほんまに。え、意味わからへんねんけど。え、好感度上げてただけで。ビジネス。ビジネス。え、食べやん。高いの。高いの入ってないよ。入れでいいやん。待ったん。いっしゃせ。いっしゃせ。こんなんもう、無理やから。あ、オッケー、オッケー、オッケー。言われてた。今って。誰に言われたの。今。食材の声聞いてるやん。豆腐やん。喋れんねんで。うっそ。これは？マーティン、こぼれ。でもありくるせ。ちょい、あんでやめやめ。みんなが食べるのにズボンの上に押したりする。ええー、きまず。待って、きまず。砂糖そんな突っ込んねんの。何？砂糖そんなに突っ込んねんの。そうやで。すげえ。え、知らんで言うよ。初めて作るから。違う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 。え、違う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 。ってことこったよ。時代劇のティクトクみんなフォローする。ティクトク？ティクトクのティクトクな。ティクトクでティクトク上げてるやんな。ティクトク？いいね、仕上げてティクトク。ティクトク？ティクトク。パッパル。最近やってるインスタグラムしてる。あれランめっちゃ楽しみらしいけど。撮影終わった後にその時そのスターライトの撮影しててんけど。戻った瞬間やっぱりバリ楽しみみたいな。これが楽しみで撮影頑張ってるって感じだぜ。マジでかわいい。かわいそうやで。ゆう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 みたいに言われてめっちゃいつもラン押しかゆうよしかみたいな高付けされて今回はランかなと思ったらゆう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 ってな。ランちゃん聞いてる。あ、ゆうお姉ちゃんからランちゃん聞いてるってか。めっちゃ楽しみしてんねん。でも一つだけ言うとゆう前はめっちゃ楽しみしててめっちゃ笑ってんねんけど今回一個も聞いてない。全部飛ばした。前回の方が怒る。あ、全部飛ばした。え、マジで全部飛ばした。前回の方が怒った。一回も聞いてないよ。なんか爆笑したもん。聞いてない。ひまず。え、めっちゃうまい。甘すぎる。甘すぎる。うん、よくない。でも多分あのこの甘すぎるぐらいがなんでいいかって言ったら卵で調和されていい感じなの。はい、あの白菜が水出すから。そう、水出すね。分かってるから。そう、今ママは言ったから。いや、分かってる。え、無理。なんかネギでかいんだけど見て。え、そう、ネギがいいんですよ、でかい。待って、なんで金玉誰が入れたん。これカイト。誰金玉入れた人。ほんま撮影した時パンインチやから。そうなの。信じてないもん。入れる入れるよ入れよ入れよ肉入れよ肉入れよ。あのいちいちずーっと肉ダメ。早く下ろしてよ。こうやってんのに。もう柔らかすぎて降りひんねん肉が。降りたくないって。まあ懸念点としたらこれやな。袋に繋がってるっていう。いや、これが高級肉。そうやで。そうやね。ほんまにそうやで。もう行っていい。これです。はい、ということでね、今回は5周年ということでおすき焼きパーティーさせてもらったんですけど、皆さん楽しいですか？あった。一番楽しんでるやん。ということで、またこれからもお願いします。サブチャンネル、バイバーイ。